写真拡大。セリーグ、巨人4対9、ヤクルト、4回戦、2勝2敗、11日、ホット神戸ライアンらしさが戻ってきた。ヤクルト小川康弘投手、30が6回2失点で開幕3連勝。勝ち星でリーグトップに躍り出た。2回以降は修正して、粘りながら投げることができた。野手の方の好プレーもあり、最低限の仕事ができたと思います。青木の本塁打で先制した直後の1回に2失点。それでも2回以降は味方の攻守にも助けられ、得点を与えなかった。2、4回に併殺を取るなど、走者を背負った場面での集中力が光った。昨季は5勝12敗。高津監督は、僕からしたら、まだまだ再生中。でも、その中で結果が出ているのはいいこと。反省するところは山ほどあるけど、4つ目を勝てるように努力してほしいと厳しい言葉で期待を寄せた。